もういいです。やる気ないなら先生は職員室に戻りますえ嘘。教師めっちゃいる今授業中なのに職員室にめちゃくちゃ教師がいる 木村先生、もしかして木村先生も授業中に切れて職員室に帰ってきたんですかはい、そうですけど。なんでこの時間にこんなにも先生方がもともと授業ない先生も何人かいますけど、本来授業ある先生たち、みんな切れて職員室に帰ってきてます。みんな切れて帰ってきてるんですか数十人が同時にこんなタイミング重なることあります木村先生が来たことで、今ここにこの学校の教師全員います。教師全員、切れすぎでしょ。すごい偶然ですよね。家庭科や美術の先生も切れた職員室来てますからね。移動教室の先生まで切れた職員室に帰るのって普通の教室でやるものだと思ってた。そうだ、あそこ見てくださいよ。田村先生、 水泳の授業中に切れて職員室に帰ってきたらしいですよ。ほんとだ、水木だ水泳の授業中に切れて職員室帰るなよ。せめて着替えてから職員室入れよ。というか、は月先生って2年生の担任でしたよね。そうですね。確か2年生って、今アメリカで修学旅行中です。何職員室まで帰ってるんですか学校外でやることじゃないでしょ。海外に生徒置きっぱなしにしちゃダメでしょ。そうだ、それでなんですけど、どの先生が一番最初に呼びに来られると思います先生全員に聞いて集計取ったんですけど、今のところ、本命佐藤太郷田村大和那月です。競馬みたいに予想立ててる。今本来授業中なのに、 失礼します。は月先生すいませんでした。佐藤先生すいませんでした。シャワー当たった。よし、話されはずだ。すごい喜んでるな。拳まで突き上げてる。よし、払い戻し金20万円だぜ。いや、かけてたのかよ。